光109号に爆弾を仕掛けた。その爆弾は時速80キロになった時、自動的にスイッチが入り、それ以上のスピードで走っていれば爆発しないが、再び80キロに減速すると爆発する仕掛けになった。爆弾の爪が燃えた。もうおしまいだよ。光109号は目下時速120キロに抑えている。約10時間後には博多駅に到着。その間に犯人を逮捕する。あるいは爆弾を除去しなければならない。信じられないというだろうから、貨物5790列車にも同じ爆弾を仕掛けてみた。ここでもいい。好きなところで15キロまで減速してみる。爆弾は必ず爆発する。